すっかり地元の人とも打ち解けたチョコボーイさん、終着駅に着き車中で知り合ったおばあちゃんともお別れ。どうやらチョコボーイさんお腹が減ってきたみたいなんです。あ、いちご狩り、あーすごいすごいすごい、あ、ちょっと行ってみよう。どうもこんにちは。あ、こんにちはおばあちゃんさ、これ何、いちご狩り？そうです。チョコボーイやらせてもらっていいかな？あ、いいですよ。あ、簡単にやらすんだね、おばあちゃんね。え、これ誰でもできんの？誰でもできます。おばあちゃん誰にもやらすんだ誰にもやらすんだね。誰にでも、はい、簡単にね。そうですね。あーすごい、あの中の絵どうぞ。あ、じゃあいい。うわーすごい、これビニールサック？ビニールハウスですけど。あ、ちょっとやらせてもらおうかな。じゃあチョコボーイもやっていいかな？どうぞやってください。すっごいね。この絵のやっていい？あ、美味しそうですね、それも。ああ、すごいの見つけた。どうぞどうぞ。見てほら、おばちゃんね。あ、いいですね。おばちゃんすごい。優しくね。え？あ、おばちゃん。あ、ストロベリー。すいません。ストロベリー。すいません。すいません。すいません。ちぎって食べてください。あ、おばちゃん、あ、ちぎって食べるんだ。ちぎって、はい。じゃあちぎっちゃうよ。ちぎって。あ、それちぎるよ、ほらほら。はい。ああ、そうですね。そうやって食べてください。でもさ、おばちゃんさ、なんか美味しい食べ方ないんかな、これ。あ、あの練乳をかけるととても美味しいですよ。あ、練乳か。こちら練乳ありますんで。これかけて食べるの？はい。とても美味しいです。あ、すごい。おばちゃん行くよ。はい。あ、いい感じです、ね。おばちゃんすごいすごい、ほらほら。あ、ちょっと、かけすぎです。かけすぎです。あ。あ、これすんごい美味しい、これ。ちょっとかけすぎ。じゃあ食べてください。あ、おばあちゃん、これ練乳も美味しい、いちごも美味しいけど。はい。あ、美味しいですか？あ、おばあちゃん、ほら。おばあちゃん。おばあちゃん。おいしこれはダメでしょう大丈夫、おばあちゃん、練乳だから。